今日はリンゴジャムの簡単な作り方を教えるよ。リンゴを皮を剥いていちょう切りにして、切ったそばから塩水に浸していきます。その後水気を切って、ざっとザルの中で洗って、水気をまた切って、で、ぐつぐつ煮ていきます。お砂糖はだいたいリンゴの重さの半分ぐらい、目分量でいいです。シナモンかバニラビーンズが家にあったら入れてね。でね、弱火で30分ぐらいぐつぐつ水分が飛ぶまで煮ていきます。私はね、最初ちょっぴりだけお水を入れて、水分をしっかり飛ばします。水入れないって人もいるんだけど、焦げ付き防止に私はちょっとだけ水入れます。銅鍋で作るとジャムは腐りにくいし、発色も綺麗な色に仕上がります。いちごジャムとかね、すごく簡単なので、リンゴジャム。